はい、販売用の NSR-MC16 です。これね、 CDI 延長してますね。はい、でこの CDI はもうめちゃくちゃ古いやつですね。ここに書いてますけど2000年に交換してるんでしょうね。00 2000年10月、だから20年前の CDI ですよ。はい、この赤の NSR ですね、いい感じにするためにこの新品の CDI、 まあここにありましたけどね、20年ぶりに変わった新品の CDI の代わりにですね、代わりというかプラスですね、ちょっとこの自家塗装のこの赤がいけてなかったので、ちょっとこの白でですね、でここめちゃくちゃ綺麗なんですよ。ノーマル白黒白赤でいきたいなと。でこれに変えて、でアンダーカウルついてなかったんです。アンダーカウル用意したんで、これをつけてですね、ちょっとパリッとしたいなと思っております。一体どうなるんでしょう。シートレールと外れました。ここがめちゃくちゃ綺麗なのがちょっと気に入ってね、これちょっと準備したんですけども、それと、これをまあ調達した時にですね、その方はですね、このアンダーカウルをまだ1回も開けてないって言ってたんですよ。だから僕は今日初めて開けます。もし開けてめちゃくちゃ綺麗やったらどうします、ね、これ綺麗な可能性ありますよ。なんかそんな気する。めちゃくちゃ綺麗な予感する。だからもしかしたら極上の赤テラができる可能性。うわっ、何これ、なんかわけのわからんのがあるやん。え、すごい。え、まあまあ綺麗。あー、でもちょっと傷あるかな。あー、傷あるか、傷あるな。アンダーカウルがあった方がいいでしょうね。あー、まあね、ちょっとこう傷ありますね。じゃーん、まあまあ綺麗、まあまあ綺麗、まあまあ綺麗。はい、いいね。なんかいろんなものが入ってるぞ。あ、ノーマルのサイレンサーも入ってるよ。やった、ノーマルに戻せるな。マフラー、じゃあマフラーちゃんとありましたわ。ほらサイレンサーある、ちゃんと。おい、16サイレンサーあり、綺麗やん。着やすいとかあるんだな。でこれが真ん中か。はいはい。ああいうステーが普通はあるんですよ。ほらうちあっちにもあるでしょ。あのステーを準備しない。こっちにはステーがないもんね。オーマイガー、ステーがいるわ。ステーが欲しい。フロントカウルめっちゃ綺麗なんですよね。後ろ変えました。ちょっと白が多なった感じ。前の方がいいんかな、どうなんやろ、悩むね。イメージはこうなるってことやな、こうなるってことやな。要はつけへんけど、こういう風になるってことですね。こういう風になるってことですね、復活してると思います。なので今日はちょっとですね、後ろのね、白に変えましたけども、ちょっとテスト走行してみたいと思います。このバイクがどのぐらいのポテンシャルを持ってるのかですね、身をもって走ってみたいと思います。母さんちゃん、ね、CDI 変えたということで夜のテスト走行行ってみたいと思います。まあ軽くですけどね。軽く行きましょう。
ちょっと戻しました。はい、普通に走ってますよ。うん、吹き上がりで言ったら全然僕のナズロスより軽いですね。音は初めちょっとチャンバー入ってるから大きいかなって思ったけど、走り出したらそんなにうるさくないですね。それよりもこの転がる感じ早いですね。いい感じで、バッテリーは見たんですけど、バッテリー満充電やったんで大丈夫。うん、ちょっと右のレバーが少し曲がってるかな。アイドリングも問題なし。うん、普通に走るね。まあ、あの CDI ね、ちょっと交換した時に見たんですけど、20年前に CDI をあの新品買ってたみたいなんですよね。うん、2000年に入れてたみたいな感じに見受けられましたけども、うん、アイドリングしっかりしてますね。キャブしっかりしてますねこれね。うん、まあ多分 CDI があの見たら純正やったんで、入れてたのが、だから多分経年劣化で、あとそれとね、なんかCDI の置き場所みたいなのもね、あんまり良くなかったんですよ。だから多分接触不良とかもあったかもしれないですね。この新品の CDI にしたら多分ね、間違いないと思いますよ。うん、吹き上がりもいいし、なんやったら僕この個体にナゾロスの外装つけてこれ塗ってもいいなって思いますね、普通に。これ予備で置いとくのもありやけどな、売らずに。これは普通にね、多分ね、あの買ってね、もう次の日から普通に乗れる個体ちゃうかな。水温計も見ておきましょうね。アイドリングは絶妙やな。HK さんとか青寺の人と同じぐらい、うん、ギリギリこう濃くもなく、ほんまにちょうどいい。ストールするんかなって僕なんか思うぐらいの、僕はいつもちょっとアイドリング高いんで怖いから自信があればアイドリングはやっぱ 1.5 以下ぐらいが一番ベストですよね。いいね。うん、いいよ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 。販売するにあたりいいよ。加速しよう思ったのに。まずウィンカーから。ウインカー出てるね、ウインカー出てるね、逆出てるね、出てるね、 OK。 ブレーキ出てるね、センサー出てるね、いけてるね。うん、次ホーン、あ、ホーンなれへんや、ホーンなれへん、ホーンなれ。パッシング OK。 はい、うん、ホーンがなれへん。
コーンになりません。うん、アイドリングバッチリ。あとこのポイントはこのフロントカウルがめちゃくちゃ綺麗。他はそんなに綺麗じゃないけどね。ディスクもね結構山ちゃんとありますね。でこのどこのチャンバーやと思います、これ。横出し、2本出しチャンバー、どこのチャンバーなのかわからないですが、ヤフオクに出品するよ。うん、ヤフオクに出品しよう。で、なんかどっかから漏れてきてるっていうのもないしね。うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。
チャンネルでは出演者を募集しています。現在募集しているコーナーは3つです。1つ目はカスタンバイクの部屋。カスタンバイクの部屋では自慢の愛車で出演してくれる方、レア車、旧車、随時募集しております。2つ目はカスタンに動画で取材してほしい商品、店舗、イベント、こちらも随時募集しております。お気軽にお問い合わせください。最後にご不要になったバイクがございましたらバイクショップ MDF にお任せください。無料で引き取りさせていただきます。詳しくは番組最後のメールまでお問い合わせください。カスタンチャンネルを皆さんで盛り上げていきましょう。以上、アシスタント若葉でした。